ウル除去に黒田監督ブチギレ、広島ベンチメンバーが町田のタオルをことごとく濡らす。町田の置いたタオルを広島の控え選手が撤去して、それを町田が抗議したら再び置かれたけど、今度は広島の控え選手がタオルに水をぶっかけたと聞いて爆笑した。濡れタオルにしてあげてる。広島のタオル対策は草田のチームもこれをやろう。ピエロスタオルも喉が渇いてそうだったので、あ、優しい。ピエロス最高すぎ。タオル使用禁止のルールもないけど、タオルを濡らしてはいけないルールもないもんね。川波が袋の中のタオルにドリンク注入で大歓声。水をボールにかけて批判される町田、水をタオルにかけて称賛される広島。黒田監督ブチギレで草。林が濡れタオルでスローインするの増えた。圧死してるところに置くなよ。もはや物ボケで草。